では変形性股関節症について説明をしていきます。変形性股関節症なんですけど、すごくなりやすい方の特徴として、こちらが正常な股関節だとして、この股関節のカップですね、はまりが浅い人、こうはまっているものに対してこのカップが浅くて浅い人ですねという方に多いです。当然この赤く示しているところ、この部分に圧集積がなされますので、この辺りに骨棘ができたりとか、そういった病気が変形性股関節症と言います。実際この骨棘が痛み出してくることもあるんですけど、多くのケースはこの周りの筋肉だったりとか筋膜、または脂肪組織などが痛いケースがほとんどです。そのケースですと改善の余地がもちろんありますので、ぜひご相談いただければと思います。